藤野美琴忠は、日本の家族、宮中古問官、政治家。正二位、君一等子者。広橋邸にて、広橋種康の次男として生まれる。文久三年頃に、藤並則忠の養子となる。明治五年に、福場義鈴の門弟となる。同級に、元田長座根、加藤博之がいた。明治十年に、自重志保に、明治十二年には自重になる。 明治17年7月8日に死者を授かる。明治22年には自重を退き、区内省を締め頭になる。この間に、ウィンに派遣され、国家学をローレンツ・フォンシュタインに学んだ。帰国後にした進行は4ヶ月ほどで33回も、した。明治天皇、小健康代合療法の崩御の時にどちらとも、体操指示無官を務めた。翌年に延期された。 大正天皇の大礼使者部長を務め、大正5年1月8日に、首名頭を辞め、専人宮中古問官、貴族院直線議員となる。同年から、明治天皇期の編集に尽くしたが、完成前の大正15年5月25日に死去した。去年74。明治天皇の信頼厚い自重である藤波は、明治憲法制定など重要な場面に、しばしば登場している。 明治政府にとっては、軍事、農業、二役などで重要な馬の改良や増産は、国家的課題だったが、藤並は馬政にも大きく関わっている。藤並は、苦内省を締め頭として、五両牧場の発展に貢献し、馬匹改良を30年計画などにも参画している。また、明治十七年からの上野市の競馬は、国家的行事として行われていたが、藤波は、 それの運営組織共同競馬会社の幹事も務め、生涯成績39戦28勝を収めた、当時の有力馬、墨染めの場所でもある。競馬の開催で春馬の生産を促し春馬を増やす、ことで馬質の改良につなげる方針で、日露戦争後の馬券目標の実現にも関わっている。ありがとうございます。